おはようございます、牛鉄でございます。さあというわけで、私はこちらただいまポートライナーの方、こちら、市民広場駅前の方に来ておりますが、さて本日は2024年の5月18日の土曜日ということでね、いよいよ本日から、ラブライブハスの空女学院スクールアイドルクラブセカンドライブツアーブルーミングビズのね、神戸公演がね、いよいよね、明日、今日と明後日、ね、開催されるということでね、はいね、ついにですよ、ついにハスの空がね、こちら、ね、関西にやってくるということでね、はいね、ファーストはね、東京ね、武蔵野と、あと小倉とね、あとね、それと常滑 ね、もう本当にね、胸にね、まあ、あの関西大阪飛ばしだったんですけどね、思ったよりね、早くてね、こちらセカンドで、こちら関西、しかもね神戸で、こちら来ることになりましたね。しかもね、ラブライブシリーズのこちらワールド記念ホールでの、まあ、単独は、ね、アクアのセカンド以来ね、まだね、アクアセカンドは私まだラブライブシリーズとはね、また出会ってなかったんですけどね、どうやらね、それ以来でございます。はいね、いやね、今ね、ただいま時刻がもうね、7時半頃かな、もう7時半頃なんでね、はいね、なんでね、ちょっと早くね来たのかね、やっぱりね、もう物販ですね。はい、やっぱりね、もう会場受け取りがね、もうやっぱないんでね、しかもね、ガチャね、今回買ってないんでね、私はね、もういつもガチャね、会場でまあ受け取る、まあ、会場でね、買う派なんでね、まあそれはね、置いときまして、ちょっとね、あの時間がないので、じゃあね、ワールド記念ホールの方を向かいたいと思いますので、ね、今回のね、あ、そろそろセカンドライブツアー神戸公演デーワンデーツね、両日参戦していきたいと思いますということでね、早速ではありますが、こちら、ワールド記念ホールの方に向かいたいと思いますので、この2日間よろしくお願いいたします。さあね、さあ早速 V ロード今回もやっていくと思うんですがね、さあね、まずはね、もうついにですよ、もう関西でのナンバリングのアリーナでのライブですよ。はいね、最近ね、結構まあ大阪城ホールがね、まあ、使えないということはね、これ結構まあ有名な話なんですけどね、なんとかね、これ本当に関西ね、ワールド記念ホールでやってくれることがね、本当にね、私関西人としてはね、本当に嬉しいです。はいね、しかもね、今回は、なんといってもね、昨年ね、103期生に加えてね、104期生ですよ、私3人ね、この3人のね、キャストね、またゲストで登場するということでね、こちらもね、いや本当に非常に楽しみです。はいね、あとね、いや本当にね、ファーストはね、本当はね、あのファースト行きたかったんですけど、ちょっとね、あの異次元フェスに、まあ、集中したかったということでね、まあ、あの実はね、あの行ってないんですけどね、もうようやくね、セカンドでハスの空デビューでございます。はいね、いや今日ね、神戸ですよ、もう本当に何回行ってんだって話。あ、今ね、ちょうどね、右側、これね、後ろに見えておりますのは、この、まあ、神戸国際展示場かな、神戸国際展示場っていうところなんですけど、なんとね、これキッチンカーとかね、どうやらありますね。いや本当にこれ嬉しい、本当に、でも本当にありがとうございます。ちょっとね、これも、まあ、これもし今ね、ちょうどなんか宝石のね、展覧会がやってるので、まあそれのあれかなというふうには思うんですけども、まあね、こちらは私も使っていきたいなというふうには、もしかしたら使っていくかなというふうには思います。ということでね、もうね、ワールドはもう歩いてすぐなんで、はいね、ちなみにワールドは、昨年3月のメガベガス以来です、リエダが出演したあれですね、それ以来の、ワールド記念ホールでございますということで、もうね、もう本当に歩いてすぐなんでね、はい、着きました。あとね、ちょっと話戻りましょう。はいね、いやね、本当にね、ここまでね、チケット取るの大変でしたよね。もう各地でね、もうシリアルついた CD が売り切れ、ちょっとやばい、逆光がやばい、ちょっと見えるかな、ちょっと逆光があれなんですけど、ちょっと申し訳ないね。はいね、本当にね、今回、いや本当にね、もうシリアルの CD がね、もう各地で売り切れてね、まあ、しかもね、私ね、一次選考は第1次 Day1 しかね、当たらなかったんですけども、二次選考でね、なんとか両日もね、掴むことができたらね、本当に嬉しいということでね、もうね、着きました。こちら、ワールド記念ホール、はい、1年ぶりでございますと、そしてね、後ろ、はい、見てください、ボードもね、見えております。先月のね、4月20、21に幕張メッセ、そして、ね、今日は神戸でございますね。ちょっとね、もう時間がね、もうないというか、あれなんでね、ちょっとね、早速、またこちらね、物販列の方並んでいきたいと思います。牛鉄…の日常。どうやらね、ここは
物販のあれなんですけれども、いやー結構狭いです、ぶっちゃけ。はいね、まあ、どうやらね、アクアの時は市民広場ね、駅のね反対側にまた市民広場って駅ね、あれがね、まあ、駅前の依頼なんですけれどもね、そこでね調べたらどうやらあったんですけど、今回ねワールドの近くなんでね、いやー行けるかな、これ多分1時間かかりそうかな。いやでもねやっぱりね本当にね会場機取りはね本当した方がいいですよ。もう何回もねもう言ってるんですけれどもね、まあ、いやこれ絶対ね1時間かかるコースかなって。いやでもだだ、いやちょっといやもう本当にぐちぐちでも朝からこれあれなんで、もう言っても無駄なんでね、もう並ぶしかないんですけれどもね、ちょっとね並んでいきたいと思います。いやちょっと危機感持った方がいいですよ、運営。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな、タラタタタンタンタラタタン。はい、すいません、ちょっといきなりなんか当たってしまってね。はいね、ということでね、こちら、物販買ってきましたということでね、本日の運試しでございます。はいね、運試しガチャ開封でございますと言いたいところなんですけど、その前にはいね、こちらファーストスローウォーターもね、3年生のやつね、入手しましたので、まずはちょっとこれでお清めしましょう。ちょっとこぼれた。はいね、ちょっとお清めしましょう。うん、はい、これはね、まあ普通の水なんですけれどもね、ちょっと開けていきましょうということでね、ちょっとね、まずね、これはね、ガチャではないです。はい、バックチャームです。はい、バックチャームでございますとね、でここからが本題ですなあね。さあ行きましょう、1個目。お、これは、はい、つづりちゃん、はい、つづり、2個目、はい、ルリちゃん、眩しい、銀なんでね、跳ねるんですよ。次は、これ、シークレットかな、つづりちゃん、メグ来い、メグ来い。これも、いや、またです。はい、またつづり、いや、そろそろメグ出て、来たかな、この色は。来ました、いや、来ました、メグ。はい、メグ、はい、とね、はい、カオちゃん、おー、来るか、はい、ルリちゃん、最後、眩しい、最後、誰だ、最後は、はい、つづりちゃんです。いや、夕霧つづり率高い。まあね、まあ後ほどね、交換とかはね、していくんですけど、つづ4の、ルリー2の、カホ1、メグ1です。はい、こんな感じです。はい、まあね、まあ交換とかはね、していくんですけれどもね、はい、一応結果としてはね、まあ先ほども申し上げました通り、メグ1の、カホ1の、ルリー2の、つづり4連単でございます。はい、以上、運試しコーナーでした。牛鉄てん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 ての日常。はい、ちょっとね、これからまたね交換の方を続けていくんですけれども、次ね、駅の反対側の、市民広場というね、まあ、ところにねまた行くんですけど、どうやらね、先ほどまあですね、ちょっと苦手なんでね、はいね、ちょっとまあそれを置いておきまして、はいね、今ね、朝ね、先ほど宝石のイベントから、宝石のイベントね、今ねまた始まってきてるのでね、結構ね、海外の人からね結構ねいてますね。あとね、先ほどまたね、屋台出てるというようなこともね、これ言ったんですけど、これもね、どうやら宝石店の、ね、あれでしたね。はい、あれはね、関係なかったので、ね、まあね、昼を食べるとしたらもうね、イケアとか、あと向こうイケアとか、なんだろう、あ、でも向こう、あ、でも向こうあれかな、多分
ちょうどね、車結構飾ってますね。あ、はい、これ理由分かりました。このワールド記念ホールが物販の理由。はいね、これ見てください。もう別イベントがね、開催されてるらしいので、どうやらね、今回これね、できなかったんですかね。はいね、ちょっとそれをできて、もしかしたらね、この市民広場ね、いるかもしれないのでね、ちょっとまた市民広場のところ、行っていきたいと思います。はい、ちょっとね、中の方ね、詳しく見てみたんですけど、どうやらね、これ犬のイベントですね。犬ね、すごいね、犬をね、連れて行くされたね、人もね、結構いるね。カートに乗っていく人とかね、リードにつないで、ね、行く人とか、あとね、これ、犬も乗れるキャンピングカーとかね、あるのでね、はいね、これがね、今回、ちょっと市民広場で物販ができない理由だそうですね。ちょっとね、おそらくね、いなさそうなので、ね、こちら、またね、ちょっとワールド記念ホールの方、ちょっとね、向かいたいと思います。はい、ということでね、なんとかね、全員分のこちら、シークレットもね、全員分じゃない、全部ね、めぐみちゃんの、ハマチね、全部とね、シークレットもね、なんとかね、入手できました。あとね、それとあとね、ちょっとね、塞がってて見えないんですけど、これね、青いやつ、ストーリーのね、活動記録の中で、あれですね、小鈴ちゃん、勝ち町がつけてる、湖横断のやつですね。湖横断の、勝ち町チャレンジの、缶バッジもね、もらいましたね。と、それとね、このカードが、これね、中国のから来たファンの方からね、こちらいただきましたね。これね、いっぱいね、入ってます。かほちゃん推しかな、かほちゃん推しの人ですね。とね、はい、もうね、いろいろ、ね、この、缶バッジを思いました。あとね、このね、缶バッジ作った方ね、どうやらね、異次元フェスからね、この蓮の空に来たということでね、いや本当にね、この異次元フェス経由でね、こうやって蓮とかね、リエラはね、ラブライブシリーズに出会った人もいて、もちろんね、私もこの異次元フェス経由で、まあね、シャニと出会ったので、いや本当にね、この異次元フェスこそがね、すごいね、交流してる、今ね、ちょうど先ほどね、交流した人がちょっとね、タバコ吸ってたのでね、はい、ちょっと、ね、まあ、見たんですけれどもね、その方ね、本当にようこそ、本当にね、皆さんね、この異次元ですね、まあ、やってよかったなというふうに思います。ということでね、今ただいまの時刻はもうちょうどね、11時半頃なんですけどね、またね、ちょっとね、これからね、お昼撮っていくんですけど、さてね、今日ね、ワールド記念ホールです、会場。しかしね、ワールド記念ホールなかなかね、会場でね、お昼食べるところがね、全くと言っていいほどね、ないんですよ。はい、でもね、一つちょっとね、私がおすすめスポットを紹介したいと思います。多分ね、まあ、皆さんご存知の方もね、ご存知も本当に皆さん知ってるね、あそこにね、行きたいと思います。はいね、それがどこかと言いますと、 IKEA でございます。はいね、 IKEA の中ね、レストラン、ちょうどね、ちょうど歩いて、まあ15分ぐらいかな、歩いて15分ぐらいのところにね、IKEA があるんでね、ちょっとね、IKEA の方にまた移動していきたいと思います。はい、なんとかね、ちょっとね、迷ったことはね、迷ったんですけれども、こちらね、IKEA 神戸店の方にね、着いたのでね、ちょっとまた中の方に入っていきたいと思います。の日常。はい、ちょっとね、今周回、まあ、してるんですけれども、はいね、IKEA の方からね、こちらワールド記念ホールの方戻ってきましたということで、ここからはね、もう恒例、ほぼ恒例と言いますかね、ちょっとね、まだいろいろと、まあ、演歌ですとかね、いろいろの方また交流とかね、またしていこうかなというふうには思います。さあ、というわけで先ほどまでですね、ちょっとまた演歌とか、まあ、連番の方をね、撮影連番の方をさせていただいたんですが、いよいよね、ただいま時刻が、まあ、4時3分ということでね、いよいよまた中の方に入っていきたいと思います。はいね、今回座席はアリーナです。アリーナのね、一応まあ空ブロックなんですけども、どうやらね、噂、結構ね、まあ考察とかで噂、仮説とかによれば、花咲くがどうやらブロックのあれだとね、考えられるので、まあおそらくは
花咲くなのでね、後ろブロックの後ろ寄りかと思うんですけれども、何やと思われ現場にね中に行ってみるとね、お楽しみということでね、とりあえずね中の方に行きたいと思います。はいね、ハスはね、MC ほぼなしのぶっ通しということなのでね、ちょっとねぶっ通しでまた熱くね、声援ね出していきたいと思います。ということでね、ワールドキネホールにね中入っていきたいと思いますのでね、それではまた多分4時間後かな、4時間後に会いましょう。デイワンお疲れ様でした。ということでね、今ねちょうどワールドキネホールから抜け出して、こちらね、また、市民広場の駅ね、とりあえずまずねちょっと三宮にね出たいのでね、あの市民広場の駅の方ね向かうんですけども、いやーもうね、なんだろう、これ今までのねやつね、虹とかリエラとかね、行ってきた中でね、もう本当にねハス、いや本当にねどのあれよりもね本当に熱くてね、いやこれ本当にね初めてね今回のハスなんですけども、いや本当に熱かった。1日目でねもう本当にボリューム高い内容でした。はいね、詳しくはねまだねちょっと言わないんですけれども、はいね、いろいろね、最初はアンコール、ダブルアンコールの前あたりまでは102、3期生ね、9、12年ですね、9、12年を、だけだったんですけど、その後ねダブルアンコールになってきてからね、いよいよ104期生の3人がね来てね、しかもね幕張ではねどうやら、あれですね、最初、ドリビリだけ参加だったんですけども、その101期新入生がでもね今回神戸ではユニット曲も参加ということでね、いやね本当にこれ現地でよかった、本当に関西人でよかった、よかった、ね、よかった、ありがとうございます。はい、関西、YouTube 顔出し NG になるよ、すいません今ねちょうど盛り上がってね、いいじゃないですかライブ、これがライブですよ。はい、ちょっと熱くなってね申し訳ないんですけど、いやね本当にねもうとりあえずね三度目に戻ったけど、感想に関してはまだもうお電話連通全部ね終わってからいいんですけど、とりあえずは三宮戻ります。はい、ということでね今日はね、この辺でまた神戸の方離脱していきたいと思います。はい、明日はねまた今度はね、神戸港温泉ハスですね、レンというね温泉があるので、ね、ちょっとねそこで一風呂浴びてね、ちょっとねメリケンパークの方行ってからねまた、ワールド記念ホールの方向かいたいと思いますので、とりあえずはねまた明日、神戸会いましょうということでね、京都戻ります。